超えたあたりでまだ半分というかほぼ全員残ってたので、ちょっと負けたくないなっていう気持ちで気合で走りました。最後のシャトルランはものすごくきつかったです。まずは食事だったり生活っていうリズムを整えながら、こう体作りをやって基礎体力を作っていければなというふうに思っております。